村井玄斎昭和2年7月30日は、愛知県豊橋市出身の明治、大正時代のジャーナリスト、小説家、意味川勘村井玄斎と妻の村井高子三河吉田藩の武家の子。父も祖父も、従者として藩に仕え、感覚を良くした家柄だった。父の村井清は著述家として、暴君中尺生養成呪文など数冊の本を、出版。 また渋沢栄一の子息の家庭教師も務めたほどの教養人であった。老いは作曲家の後大二郎である。父は明治維新後、社会の身分の変動を目の当たりにしたことから、息子には漢学だけでなく、洋学も早くから学ばせたいと考えるようになり、1872年に一家の将来を9歳の元祭に託し一家で上京した。彼は幼少の頃から、 ロシア語の家庭教師をつけられたり、漢学の塾に入れられたりして、早期の英才教育を受けた。1873年に、東京外国語学校が開校すると、入学資格が13歳以上にもかかわらず、12歳で受験、入学させられた。猛勉強で主席にもなったものの健康を害し、1881年にロシア語化を中退。その後、 ロシア語の翻訳や著述で身を立てるようになる。しかし、家庭のしつけや、猛勉強などがたたって、うつ病傾向などの神経性の疾患を抱え、しばらく療養した。病が癒えた後、新聞、雑誌の検証論文に応募を行い、毎日新聞に応募した論文が3等に入選した、他、いくつかの論文が、活字になった。英字新聞の論文募集に入選し、 アメリカ旅行の検証を得た。20歳で渡米し、アメリカではロシア系移民の家に住み込み英語を学び、働きながら社会制度などを学んだ。台米中に放置新聞社長の矢野隆敬と知り合った。1887年の帰国後、郵便放置新聞客員となり、1890年に郵便放置新聞製社員に、1895年度、編集長。 千塚玲水、原法一案、村上奈六との四人で、法地の四天皇と呼ばれた。明治から大正にかけて著述家として活躍した。また、1887年には、東京専門学校に入学して、本格的に文学の道を歩む。小説家で認められ、現代小説から未来戦争小説となる、子猫により、小説家の地位を確立、発明小説、 日の出島でその人気は絶頂に達した。この頃の未来戦記政治小説、発明小説の発表により、SF 小説の先駆者ともされる。代表作とされるのは、放置新聞に1 9 0 3年1月から12月まで連載された、百道楽シリーズで、主道楽、釣り道楽、女道楽、食道、楽が執筆された。他にも、玉月道楽、 芝居道楽、囲碁道楽など案はあったようであるが、執筆したのは4作だけである。これらの作品は、食道楽のような道楽にうつつを抜かす、遊興の塔を描いたものではなく、そのような道楽をたしなめ、飲酒の健康被害を語り、制裁以外に愛人を加工旧来の悪兵を、求断する、教訓、啓蒙小説である。その中の、食道楽は、明治時代、 徳富ろかの、不助記と並んで最もよく読まれ、小説でありながら、その筋のあちこちに600種以上の四季折々の料理や、食材の話題が盛り込まれており、美味しんぼや、クッキングパパなどのグルメコミックの先駆けとも言うべき、作品である。ベストセラー作品として、文学史的な評価も高い。また、小児には、イサを行くよりも、地域よりも、体行くよりも、食育が先。 体育、伊佐尾育の根元も食育にある。と、食育という用語を記述した。続編も書かれたが、政編ほどの反響はなかった。食道楽の執筆前後、現在は、大隈重信のいとこの娘である、尾崎隆子と結婚している。また、彼女の母親の妹は、後藤昭次郎の後妻であった。女性登山家の草分けとなった、村井ヨネコは娘。1906年、 婦人世界編集顧問となり、初めて料理法、医療法などの実用記事を多く取り入れ、現在の女性雑誌の原型を作った。結婚後、1904年から亡くなるまで、神奈川県平塚市の平塚駅の南側に居住した。食道楽の院勢で、屋敷の広大な敷地に、和洋の野菜畑、牡蠣、ビワ、一チなどの果樹園、温室、鳥、ヤギ、 うさぎなどの飼育施設、果ては旧舎を築造し、新鮮な食材を自給した。当時は珍しかったイチゴやアスパラガスの栽培まで行った。また、各界の著名人を招待したり、著名な料理人や食品会社の試作品などが届けられるという美食の殿堂のように取り沙汰される優雅な暮らしを営んだ。ただし、彼は一連の食道楽物を終了した後に断筆。 放置新聞をも辞職してしまう。その後、活気治療のために玄米食の研究に没頭し、また、断食、自然食を実践した。また、自ら縦穴住居に住み、生きた虫など、加工しない自然のままのものだけを食べて暮らし、奇人、変人扱いされた。本人の死後、自宅一部、東側を、河野一郎に、西側を、小平波平に売却している。 平塚市では、2000年以降、毎年秋に現在の住まい跡で、村井原祭祭りを開催している。100年前の20世紀、横田純也地区間プリマーブックス、長山康夫、日本 SF 精神史完全版、P102、横田純也、藍図慎吾、新、日本 SF 古典古典、P275、食堂楽の家系、村井原祭、高子、 夜子の著作神奈川県平塚市北図書館。ありがとうございます。